はい、皆さんこんにちは、ヒクソンです。雨にも負けず公園防犯は続きます。雨なんかへっちゃらということでですね、雨でも構わず私は、この防犯の番組を続けてますんで、この暑い思いを皆さん分かっていただいてですね、チャンネル登録とシェアでね、シェア拡散かよろしくお願いします。まだまだ少ないんで、はい、まだまだ少ないんで、皆さんのご協力でこれを広げていただけたらなと思います。もうたかが3分か4分で終わっちゃうような番組ですけども、たまにはトークの回もありますんで、ぜひご覧ください。はい、ということで今日はですね、小鳥がさえずる公園というね、茶屋三丁目にある、公園に来ました。ここですね、ちょっとぐるっと待ってもらっていいですか。はい、ここもやっぱ住宅街にあるんですけども、はい、じゃあこう正面からこう見ていただけると、パッと見にちっちゃい公園に見えるんですよ。ところがですね、これ、はい、中入りましょう。このかなり生い茂ってます、木がね。これもしかしたら時間によって閉まる可能性ありますので、はい、はい、ちょっと回りますね。実はですね、ここ結構ここは資格があるって言えばあります、資格が。ただ、はい、防犯カメラがあるんですよ、そこの上に。ただこの防犯カメラが全て捉えられるかってちょっと疑問ですね。なぜならこんな木が多いから。いけないんだこれ。うわ、敷地はですね、なんか結構あるんですけど、閉鎖されてますね、ロープで簡単に。見てください、こういう感じで、やはりあの時間によってそこで鍵を閉めてしまうということですね。なんでまあ大体もう本当にやっぱり夕方5時までしか開いてませんよと。でこれ小鳥がのさえずりっていうことだけあって、やっぱ鳥が多いんじゃないですかね。バードウォッチング用の公園かもしれないですね。ただこれなんか皆さんがなんか普通に楽しむようなちょっと公園じゃないなっていう、なんか僕のあくまでも個人的意見ですよ。ちょっと暗いなっていうイメージがあります。ただまあもう夜は閉めてしまうんで、だから街灯も何もないんでしょうけども、ちょっと暗いイメージがありますね。これ なんかもっとこう綺麗にして、まあここら辺がちょっとね、なんか暗いよね。もう入り口からして、あの文句言ってるわけじゃないんですけど、もう僕のあくまでも個人的ですけど、やっぱりあの暗いとこにあんま人集まらないと思うんで、明るくした方がいいんじゃないかなと思います。例えばね、ここもほら椅子とかないじゃないですか。椅子とか置いてなんかちょっと休憩できるようにしてあげるとかね。あの木がでかい木が生い茂ってるから、ここら辺でほら椅子とか置けばちょっと涼むのとかにいいじゃないですか。だそういうなんか活気づけてあげた方がいい気がしますね。あのそうなっちゃうとちょっと公園防犯の趣旨じゃなくて公園評論になっちゃうんで、私は名前から言ってますが、公園評論家ではないんであれですけども、まあでももうちょっと明るくした方がいいんじゃないかなというのが感想です。はい、今回は以上です。いつもありがとうございます。失礼します。